はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃助です。今日はですね、第一電波工業さんのデモカー、ダイハツハイゼットの軽バンのキャンピングカーをちょっと見せていただけるということで、まあ、このね、今コロナ禍という状況でなかなかみんなでワイワイ運用するっていうのはできないんだけど、これはですね、おじさんが一人で郊外に運用しに行って、アマチュア無線をね、楽しむために、そういったコンセプトで作られているということで、皆さんのですね、運用の参考になるように、今日は突撃ユアシャック特別版ということで、この第一電波工業さんの軽キャンピングカー紹介したいと思います。はい、ということで、今日はですね、カメラマンピッチョさんで、たまにはちゃんと働いてください。いや、ちゃんと働いてますよ。いや、いつも働いてないんで。いつも働いてますで、ピッチョさんも興味津々という軽キャンピングカー、軽キャンピングカーなんで、はい、まあ、一緒に見ていきたいと思います。で、この車、アマチュア無線のアンテナメーカーのデモカーなんで、これからアマチュア無線撮りたいピッチョさんにも参考になるかもしれません。はい、で、まずですね、はい、まあ、運用ポイントにこの車で運転して向かうわけなんですけど、でその時にも当然更新したいじゃないですか。で、この軽キャンピングカーにはまずこの更新用に、ICOM の ID4100 っていう、144MHz と 430MHz の、FM と D スターを運用できるトランシーバーがついてますので、まあ、運転中はですね、まあ、こういった形で通信更新楽しみながら、向かうわけですね。さらにですね、これ、ここに八重洲無線の FT2 でハンディキがついていて、これで、APRS ですね。 APRS っていうのは GPS 情報をアマチュア無線の電波で送信して、でそれをですね、まあ、こうなんていうのかな、その電波を受信してくれる基地局がね、いくつも有志で建てられてますの でそこで受信してもらって位置情報を出すっていうね、ちょっと普通に声で更新するのとは違う、まあ、アマチュア無線の楽しみ方、 APRS というものがあって、そのためのね、トランシーバーとして、こっちの FT2 デーがついてます。なのでそのキャンプ地に向かう間は、こっちの ID4100 で通信楽しみつつ APRS で、位置情報を出して、まあ、他の人にも見てもらうことができるといったものになってます。はい、で、今のに合わせてこの一番先頭についてるのが、過去に第一電波さんで出していた APRS の専用の、限定品のアンテナです。で、その他、こちらの2つ144、430MHz のアンテナがついていて、でさらに一番後ろに、HF 用のモービルホイップが、付けられるようになってます。今は、7メガ用のHF40CL ですね、これがついてます。でちなみにですね、ちょっとピッチョさんちっちゃいんで見えないかもしれないんですけど、これなんかこういうのついてるじゃないですか、こういうの実は第一電波さんって、キャンピングカー用のテレビアンテナっていうのを作ってて、でこっちが地デジ用のアンテナで、こっちが BS 用かな、まあ、こんなものもですね、第一電波さん作っているわけですよ。はい、そしてキャンプ地に到着したら、まあ、このキャンピングカー部分ですね、これがここを使って遊ぶわけなんですが、まずこれ寝れるわけです。ちなみにさっきですね、ピッチョさんがこの、キャンピングカー見た時に寝れるって言ったらですね、普通寝るって言ったらここで寝ますよね、普通ここで。ピッチョさんなぜかこの隙間に入って寝ようとしましたからね、あれ何だったんですか。なんかこっちの方が寝やすそうじゃないですか。いや意味がお下がりが良さそうです。なんですか、こういう溝みたいなとこにはまって普段寝てるんですか。大好きですね。でここは、土足で入って、もうこうやって靴を脱いでこうやって上がって、まあ、運用を楽しむみたいです。でちなみにここあったかいです。これ FF ヒーターがついてたりもして、ここの中にですね、はい、はい、ここに、フロントについてる ID4100 と、アルインコの VU 機、この2つの、本体が収まっていたりします。そしてですね、ピッチョさん、めっちゃトイレ近いじゃないですか。はい、
困るでしょ。今日もこの撮影地ちょっとトイレがないんですけど、見てください、ピッチョさん。ピッチョさんのためにあるようなこの車を。壊してません。大丈夫。いや、壊してないです。ほら、ピッチョさん見てください。トイレが、トイレあるんですよ。おトイレ。すごい。で、まあ、今回こう一人で移動運用するっていうコンセプトの車なんで、はい、別にこのキャンピングカーのカーテンさえ閉めれば、はい、このトイレが利用できるということですよ。これでピッチョさんも安心。はい。あ、大丈夫。ちょっと俺風吹いてちょっと頭がハゲてないか心配なんだけど大丈夫。ハゲてハゲてハゲてない。ちょっとこっちから風吹くとちょっと心配。心配なんだけどさ、大丈夫？大丈夫ですかね。この、スペース、ここで、まあ、キャンプ地に到着して、まあ、もちろんキャンプをソロキャンをね、はい、楽しみつつ移動運用するわけですよ。すごいでしょこれ。激アツですね。激アツでしょ。これこうね、この TS480 っていう今 HF 機がついてますけど、さっき上にねついてた今 HF40CL につながってますが。はい、この短波帯運用しながら、もうこれ完璧に自宅運用と同じレベルの環境、移動運用っていう不便さは全くないね。そう、これ今ハンドマイクつながってるけども、スタンドマイクを持ってきてこうやってつなげて、ここにスタンドマイクを置いてログ、まあ、パソコンとかでねログ取りながら運用することもできると思います。HF は TS480 が置いてあって、はい、こちらに、アルインコの、トランシーバーもついてるんで、 HF 運用しながら、まあ、こちらで140、430も運用できるということで、もちろん、この下にサブバッテリーがついてますんで、車のエンジンを止めてても、運用できて、しかもサブバッテリーには上にソーラーパネルついてるんですよ。ソーラーパネルで充電してるんで、今日ぐらい天気良ければ結構充電すると思うんで、まあ、心置きなくアマチュア無線運用楽しめるということで、ピッチョさんも4アマを取得した暁にはこういうのを買われたらどうですか。そうか、めちゃめちゃ欲しいです。キャンピングカー昔から欲しかったです。ピッチョさんさ、もうアパート引き払ってさこれだけにしたら、それもちょっと楽しそうですねそれでだってさ、あの仕事とかも朝早くても、はい、朝いつも早くて起きるの辛いって言ってるじゃないですか、はいですね、はい、これに行ってればいいじゃないですか。サバゲーのイベントとかで。そう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 、めっちゃいいじゃないですか。もうずっとあのサバゲーフィールドとかに泊まってれば何日も前からはい。あ、でちなみに上にアンテナついてたけど、もちろんテレビも見れて、でここで寝れると。寝てみるんですか。寝てみますよ。僕身長170センチあるんですけど、ほら頭がちょうどここなんで、これ別に頭こうやって伸ばして、頭は伸びねえか足を伸ばして、快適に寝れます。まあ最近ちょっと身長高い人多いんで、僕ちょっと170だともうチビな方かと思いますけど、まあ、ちょうど170センチの僕で、ちょうどいいぐらいかな。筋トレ、筋トレ、はい、そんな感じで、今日はですね、第一電波工業さんの、軽キャンピングカー、これデモカーとして結構イベントで展示されてるんですけども、これをお借りして、拝見させていただきました。ただ最近ね、あのハムフェアをはじめ、まあ、イベントがあんまりなくて、ちょっと展示される機会が少ないということでね、なかなか皆さんに、ね、ご覧いただく機会が少ないんじゃないかなと思いまして、モモスキア、代表して取材に来まして、皆さんに動画でお届けしました、まあ、第一電波工業さんの製品の PR っていうよりも、こうやってこんな風にアマチュア無線楽しんでよっていうその提案をしてくれるメーカーさんっていうところは僕ね結構ね第一電波さん好きなんですよ。ということで皆さんの、アマチュア無線運用の参考にしてみてください。この動画が良かったという方は高評価ボタンを押していただけると、モモスケの動画作りのモチベーションアップにつながります。ピッチョさんがもう寒いから早く終わってくれっていう顔してるんで終わりたいと思います。バイバイ。コーヒーミルも買ってきました。さあ
夜間